はい、どうも皆さん、こんにちは。くすみたるうさん、しかぜ、ホッティ100点のホッティです。今回ですね、じゃあ、カシスだったら何でもいいんですかっていうことについてお届けしていきたいと思います。カシスを食べた人の体験談がめちゃくちゃすごくてびっくりしてますよ。目のしょぼしょぼがなくなった、目の疲れが軽くなった、夕方の目の奥の痛みが消えた、視力が 0.2 上がった、カシス美味しくって食べてたら目がすっきりした、目の前の霧が晴れた感覚、目の奥の方の痛みが本当になくなってきたっていう体験談がめちゃくちゃ多いんですよ。じゃあその辺のカシスのドライになったやつ、ドライフルーツになったやつを食べればそれでいいのかっていうと、のん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 、違うんですよね。これはね、本当にね、種類もありますし、製造方法もめちゃくちゃ大事なんですよ。その辺についてお届けしていきたいと思いますね。まず種類についてなんですけど、ニュージーランド産のカシスが最強なんですよ。ニュージーランドで作られてるカシスはアントシアニンの量が他のよりも、なぜか知らないけど土地風土が合ってるんでしょうね。1.2 倍入ってますんで、1個食べるだけでも全く違うっていうことなんですよね。あともう一つは、ここがね、一番僕も苦労したとこなんですけど、砂糖を使ってないかなんですよ。白砂糖とかコーンシロップとかなんとか糖とかっていうのをニュージーランドとかカナダとかで取れるんですけど、そこでシロップ漬けしたカシスを日本に輸入して売ってるところっていうのはめちゃくちゃあるんですよ。なぜかというと、砂糖漬け、シロップ漬けしたらめちゃくちゃ日持ちするからなんですよ。ほっといても2、3年腐らない。2、3年腐らないってことは、もう半永久的に期限があるってことなんですよ。水分量も 18% 以下に多分持ってきてると思うんで、全然腐らないんですよ。だからずっと置ける。殻のためだけに砂糖漬けするんですよね。で、砂糖につけるなんて、砂糖水の濃厚なのにつけるって別にコストかからないんですよ。ほぼタダみたいなもんでできるんで、それでカシスの期限が半永久的に持つっていう風になるんだったら、やりますよね、皆さんね。そしてね、やっぱり輸入するから、いろんな防腐剤とかもかけないといけない。油でコーティングしないといけないっていうのがあるんですよ。そういうのをちゃんと砂糖、コーンシロップとかで加糖ブドウ糖ヘキ糖とかもちゃんと使ってないかって、漬け込まれてないかっていうのがすごく重要なんで、そこは確認してほしいんですよ。その点ね、自分でね、手前味噌で申し訳ないけど、うちのホッティの野生のカシスはなんと、ここ表示見てもらったらわかるんですけど、アップルジュースに漬け込まれてます。アップルジュースとカシスジュースに漬け込まれてるんで、糖分としても天然のものが入るんで、白砂糖は全く使われてないんで、太る必要性は全くない。ただアップルジュースですよ、考えてみてください。カシスジュース考えてみてください。高いの、当たり前だけど高いんですよ。なのでそれに漬け込まれてるっていうことは、天然の成分が残ってアントシアニンとかもめちゃくちゃ残留しっかりするっていうデータもあるんですけど、それにはやっぱり高さがかかると。あとはコーティングにはしょっぽい油を使ってるんですよ、みんな。だけどうちのはアボカドオイルを使ってます。なぜかというと、加熱にも強いし、なかなか揮発しにくいからアボカドオイルを使ってるんですよね。そうすることによって自然のままのやつがそのまま残るということになりますんで、うちのねカシス最強なんで、やってみてほしいなと思います。世の中でね、探してみてください。ないですから、本当にない。全部ね、甘いはずなんですよ。カシスってね、そのままで食べたことあるないかな、食べたことはあるんですけど、めちゃくちゃ酸っぱいですよ。めちゃめちゃ酸っぱいのをそのまま食べてるっていうよりも、ちょっとだけ甘みが入ってるっていうか、アップルジュースの甘み、それをカシスは酸っぱいから、その酸っぱさを消すために加糖ブドウ糖液糖とか砂糖の液体に入れてるんですよね。そうしたら、せっかくのカシスで目が良くなってるのに、ブク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 太っていくだけっていう風になって、栄養成分も落ちちゃうんですよ。なのでいいやつを食べてほしいなと思いますね。そしてね、目が疲れてるからって言って、目薬を毎日毎日ちょこ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 1日に5回も6回も刺してる人いませんか？僕がね、もうロートだったかな、めっちゃ高いやつをずっとやってたんですよね。だけど、もう本当にね、いらなくなりましたよ。目薬はどうしても使い続けることによって、その時はいいんですよ。その時はジュワーっとしたりして涙が出てきて潤った感じになるんですけど、リバウンドって言って、なんだか自分の力で回復しなくなってくるんですよ。やっぱりね、薬なんですよ。薬は一時的にはいいですよ。どうしてもドライで乾燥しまくっちゃったからポチってやるにはいいと思うんですけど、継続して使うのは本当に避けた方がいいと思うんですよね。パソコンとかスマホとかで目の疲れがどうしようもないっていう方には、本当に疲れ目を消え去ってしまう可能性を持っているこの成分の野生のカシスを、本当にね、騙されたと思って一回食べてほしいって本当に思いますね。車を運転するとかいうことにも本当にね、やばいと思うんですよ。目がね、視力がどんどん失われていって、目が
ガネもコンタクトやっても全然ダメだっていう人もいると思いますんで、本当にね、一回ぜひ野生のカシスを試してもらって、爽やかなスッキリした目の前、視界を一回試してほしいなって思います。みんなで目を元気にして維持していきましょうよ。ではまた。毎日このうんこを、で、この息子に聞かれるんですよ。パパうんこ漏らしたことあるって聞かれるんですけど、大人になってからも結構あります。で、一回ね、ひどかったのが、まあ、こんな状態、これ女子ですけど、まあ僕だったとしたら、車の中で、ものすごい下痢が来てしまって、でも会社行かないといけないし、車の操縦出してくるので、どうしようかなと思って、本当にね、もう、凄まじい下痢で、今にも漏れそうって言って、究極のこんなようなお腹は痛いしっていう状態だったんですよ。そんな時には、もうどうしようもなくて、でも車で漏らすわけにもいかないし、スーツを汚すわけにもいかないし、ということで、もうね、どうしたと思う？ケンタは漏らした。あ、そう、本当にね、ズボンもね、車の中で脱いで、どうすればいいかって本当考えに考えた挙句、これはね、あんまり言わないでほしいんですけど、クリアファイルに入れたんですよ。